はい、アイロンドクトリーのルカボトです。はい、SS でマスターデュエル、本日は SS さんとやっていきたいと思います。 NR、 はい、お願いします。はい、フェスティバルが多分この動画ね、上がる頃にはもう終わっちゃっていますが、やっているということで NR デッキ対決ということでやっていきましょう。いくぞ、デュエル、フライングスター。いや、まあいいと思ったけどな。さて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 、いくぜ。まずはこのカード、俺はフィールドに出しておくぜ。ネオスペーシャン、グランモール。まだめんどくさいな。カードセット、ターン終了。どうしよう。ドロー。あいつはなんだっけ、モンスター戦闘を行うときだよね。戦闘を行うとお互いを手札に戻すか。はいはい。で、攻撃900、地味高いんだよな。1枚不正で、俺はこれを発動、ダブルエクスポージャー。あ、どうしよっかな。何をしてくるのかわからない。通常召喚いいだろう。サイファーエトランテ、なんでオールスマイス、あれダメか。はいはいはい、まあ、バトルきな、どうせ手札に戻るだけだぜ。なんだよな。発動、発動させなくてもよかった。多分しないとこっちが死ぬだけな。まあいいだろう、別に。そうだな。場を開けるぜ。グランモールは取っておきたいからな。ほんと厄介だからね。大型をそれで戻されたら。行くぜ。エレメンタルヒーロー、プリズマを攻撃表示で召喚。能力発動。俺はエクストラデッキのエレメンタルヒーロー、シャイニングフレアウィングマンを見せ、スパークマンを墓地を送る。プリズマはスパークマンになる、なるぜ。このターンは何もできない。プリズマで攻撃、いいだろう。いやなるほど。俺はこれでターンを終了する。さあどうしようかな。グランモールがいないから、グランモールに悩まされる。本当にな、どうしたもんか。よし、今は耐える時だ。いくぜ、俺のターン、ドロー。あー、なるほど、どうどうどう。プリズマの効果発動、墓地送ってっちゃうか。エッジマンを墓地へ送るぜ。デッキ圧縮だ。それ、いやでもここはグランモール召喚。あ、来たな。グランモールで攻撃。いやなんか持ってるのか、どうしようかな。動けねえんだよな。なあ、強打った。はいはい、ちょっと攻撃しないといてもらえる。そこまでして破壊されたいのか。いや、俺は行くぜ。プリズマで攻撃。おー、だーそれなんだ。なるほどな。持ってきたかったんだよね。いいだろう。俺はこれでターンを終了。俺のターン。ドロー。さあどうしようかな。
さっき手札に持ってきたこいつを使う。インターフィア。インターフィア。さらにフォトンスラッシャーを特召喚。何？倍になる。さらにリリースなしで召喚。出た！タケ。強いよね。これが下がるぜ。そうだよ。いやでもどうしようかな、グランボール。このまま行ってもいいんだけど。栽培にも送っている。行くか。ダメージ計算時に倍になるんだから。こうやってこう。攻撃いけー、ほら痛い、消しといて、ほとんどさせちゃうな。なんだよ、素材するしかない。2体を選択し、リンクにトラックブラック。なんだ、ただ右下があるから使ってるだけ。あーなるほど、そういうことか。おらパラレルエクシード便利だよね。なるほどな、そういうことか。おらじわじわ行こうか。あるあるな、どっちが正解なんだ。こっちだな、みんな昔懐かしい。いけブラックコーン。あーブラックコーンな、いいよね、便利だよね。こいつ効果使えないんだっけ。まあ俺の場にモンスターがいないと。あ、墓地送りか、そういうことね。まあ一旦ここでいいだろう。行くぜ、俺のターン、ドロー。いいカード引いたぜ。何？俺は手札から融合発動。まずいな。手札のフェザーマン、バーストレディを融合。またか。現れよ、バカの一つ覚えでもマイフェイバリットヒーロー、エレメンタルヒーロー、フレイムイングマン召喚。まずい、まずいぞ。戻ってもらおう。なあ貴様、さすがにまずいからね、そんなの。フュージョンリカバリーを発動。おっと、まずいな。墓地の融合カードとフェザーマンを手札に加える。あいつの手札はグランボールだろ、あと1枚が。なんだろうな、何がやるか。いやどうせだったら俺はそこまでやりで、捨てていたトラップ発動、フュージョンリザーブ。デッキからバーストレディを手札に加える。いやー持ってくるか。墓地の融合回収する効果もあるが、今融合がないぜ。融合発動、再び召喚するぜ。手札のフェザーマン、バーストレディを融合、フレイムウィングマン召喚。まずいな、攻撃力は一緒だ。ミラクルフュージョン。な、何出てくるんだ。場のフレイムイングマンと墓地のスパークマンを融合。わー、そいたな。現れよ、エレメンタルヒーロー、シャイニングフレアウィングマン。まずいまずいまずい。墓地のヒーローの数だけ攻撃力が上がる。ネオスペーション、グランモールを召喚。バトル、グランモールでブラックコーンゴーに攻撃。やめろ、効果発動、手札に戻って、シャイニングフレアウィングマンで攻撃、トラックブラック、ダメージを与え、さらにその攻撃力分のダメージを与える。お前も持ってるのか。
俺はこれでターンを終了。まずい、まずいぞ。どうしよう。一枚伏せ。タイムだ。四千は強い。あ、どうしよう。これで終わりだ。グランモール攻撃表示。バトル。グランモールで攻撃。シャイニングフレアウィングマンでダイレクトアタック。さあ、よっしゃ。4は痛いって。楽しいデュエルだったぜ。グランモールが最強だ。いやー、シャイニングフレアウィングマンを正規召喚できた。久しぶり見たあれ。ねえ。NR だったのあれ。そうですね。だって大変だよ。大変だし、今体勢もないからね、うん、しょうがない。まあな。まあね、ちゃんと墓地に結構いたからね、攻撃力も高かったから。ねえ。4000はびっくらこいたわ。ね、いやーよかったわ。あ、それじゃあ今回はこれで終了となります。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。